今よ。小型機。ようきた。あれは反乱者よ。やめて。どうしてこの場所を探しているのかな。ほう、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。お侍さん。落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞえ。このご命令だ。クマは撃たなくてもいいのに。やつらは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。ネズミの歯、私系。悪魔の獣じゃ。お母さんみたいに。うん、何でもない。それよりお侍さんを助けないと。どうしてこの道が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、たくま先生がやるみたいに音を出したな。うん、気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けて欲しがってるよ。オッケー。すば、小刀さん、素早く、鋭く。クマ、戻ってくよ。きず、よう来た。くさ、この足が欲しいわ。強く。しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。ほう。なんともとっぴな称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。謎謎だね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。でも動くのがよかろう。あと少しだから。水たまりを通っちゃダメ。はっ。水たまりは音がするでしょ。メロディー行くわよ。見えないでしょ。なんだ。はっ。私は捕まんないわよ。小刀さん、起きてよ。よし。雨は気にせんぞ。足を使うかの。そのネズミの歯。はい。雨はわしを止められんじゃろ。手元を狂わすなよ。やったぞい。やったぞい。足を朝になるときついじゃろうな。うん、早く床が。へっ、うん、素早く、鋭く。なくなった。小刀さん、起きてよ。年には勝てんわい。素早く。素早く、無事で、鋭く。もうないぞ。素早く、鋭く。もう弾がないんじゃ。小刀さん、
急ぐべきじゃ。ちょっと待ってね。あと少しだから。俺たち決闘。バーン！一発しかないわ。水たまりをとネズミの歯。ついていきます。オッケー。ありがとうございます。将軍様がきっと助けを送ってくれると信じていました。ついていきます。これほどのご親切に、なんとお礼を言ったらいいのか。あなた様がいなければすでに死んでおりました。ああ、すぐに行くわい。戻りました。どうやら待て、何かおかしいぞ。みんな道を塞げ。お侍さんがいたわ。見張られておるの。尋問書を一人で片付けるんじゃ。よいな。はい、あなたが撃って私は仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために。言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さんとってもいい人だから。将軍の兄弟、私は捕まんないわよ。いいえ、しかみ小刀さん、起きてよ。素早く、鋭く。さすれば切腹ぐらい。見えないでしょ。水たまりは音がする。膝はつく。様に立ち向かえる。首はくさ。今よ。素早く竜の叫び。弾がないわ。私ならネズミ。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩忘れはしませぬぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。水たまりを通っちゃダメ。誰も逃がすな。お仕事様のご命令だ。足には濡れるかもしれない。みんな無事か。はい、ありがとうございます。お侍様。